皆さんこんにちは、江口直です。私が出演している映画ストリッパーが東京池袋のシネマロサで公開します。レイトショー公開なんで夜9時からです。この作品は私演じる主人公が両親を交通事故で亡くして弟と妹を養うためにストリッパーとなって、そこで妹の結婚問題に直面し、喧嘩しながらも兄弟の絆を深めていくっていうすごく感動的な話です。もちろんストリップシーンもあるのでそこも見どころですよ。初日は舞台挨拶があって、私も劇場に行きますから見に来てくださいね。よろしくお願いします。